こ行くんですか。今からソープランドに行きます。2回ですね。どこ行くの。意味深なお風呂屋さん。やめとけ。それあってよ。意味深なお風呂屋さん。清水、うん、値段は。値段は、まあ、500円だったら足りるよ。意味深な客層が意味深やね。もうなんかもう大岡越前とか遠山の金さんみたいな人分かる。分かるやつ分かるやん。やめとけ。はい、今から行きたいと思います。めっちゃ暑いよ。めっちゃ暑いよ。はい、大地くん、どうでした。え、待て、お風呂893がいましたね。893おったな。いっぱいおったけど、暑い。コーンのいる、これはめちゃめちゃ好きやった。あれ45やったっけ。44か5ぐらい、うん、全然ありやった。すごくありやった。まあでもこっちから行く。こっちから昼間の梅田の方が暑い。どういうこと。気温の。あ、気温。難しいことかけるね。44号の湯より昼間の梅田の方が暑い。けどめちゃめちゃ良かった。水風呂が入りやすかったね。そんなことなかった。なんか45とか44入ってるから入りやすかった。スイカバッグみたいな。そうしようか。Thank you.